これはかかってるよな、45時間、うん、はい、これはキーホルダーってこと？そうです。いやいやいいよ、いや西野ももらったしすくどんどん自分が集まってる。これをどうするの？これ自転車の鍵よ自転車、そうそう、井村さん自転車で移動してっか最近、これ自転車の鍵、バルシャーク号って名前なんだ。そう、バルシャーク知らない？サンバルカンのバルシャークは知ってるでしょ？知らない。サンバルカン昔のヒーロー。そう、バルシャークのポーズ見たい？見たい。日村さん見たいって。あ、これ見たら思い出すよ、バルシャーク。おー、誕生日だぞ。おいおい、もっと持ち上げようよ。日村さんがお滑りに直された。おい、なんだよ、嫌なんだよ誕生日で滑るの。続いて高山から送られてきたものをスタンバイ。でもアタッシュケースぐらいの四角い、うん、何でしょう。いいですか、じゃあ日村さんお願いします。ドン、はい、あれ、ウィーフィットだ。おえいいもの、ウィーフィットだ。ウィーフィット、ほら、あれ、これってどういうこと。ウィーフィット、何これ使ってないの。嬉しいよ。はい、ウィーは持ってるんですけど、うん、やっぱりこう開けてまでやろうという気にならなくてですね。え、買ったのに全然一回もやってないの。はい、え、もったいねえじゃん。まあ、そうなんです、ね、捨てるわけにもいかない。もちろんいいものだしね。でも日村さんはこういうの嬉しいかも、うん、ちょっとあのやってみたかったわ、うん、ちょっと前だよね、ウィーキットってね。俺が逃したんだよね、これ買うのは。今ちょっと興味はあるんだよね、本当に。よかったです。ということで日村がウィーフィットのおすすめエクササイズを体験してみることに。これから一緒に片足を、どっちが日村、どっちが日村さん。全然わかる。いやいや、すごい、すごい、足を、めっちゃいい。胸をバルシャークのポーズまさかのバルシャークだった。井村さんこのポーズ得意なの。昔サンバルカンっていうヒーローがいて、バルシャークって青いのがいたんだけど、そうね、こういうパターンとアートみたい。声を出しましょう、声を出しましょう、声を出しましょう。何を出すの。バル、いやいや、バルシャークじゃないだろ。日村さん、バル、バルシャークって青いのがいたんだけど、バル、そうだ。